リファイト僕もお疲れ様です金曜日レッスンの後に昇級試験を受ける予定だったんですけどもちょっと突然のことで、ね、申し訳ありませんでした改めて昇級試験の日程を頂きたいんですけども昨日ですねちょっと話題があるんですけども昨日ねあのブレイキングダウンの朝倉未来選手とそれからヤーマン選手の試合があって1分17秒で朝倉未来選手が 大型の予想をを覆ししててね KO を食らってしまいましたああの最強だと思っていたチャンピオンにも必ず引退の時期が来て大体いいね負けをきっかけに引退するんだと思うんですよ。まあ私なんかがねあのこんなこと言って終わられるかもしれませんけどもあのヤーマン選手に、まあ、いろんなものをねこうバトンタッチしたんじゃないかなって気もしますし朝倉劫くる選手も。 総合格闘家の一人として今度はね別の角度から多くの格闘技ファンを、まあ、支えていくんだろうなと思います、まあ、いつまでもね路上の伝説ではいられないですからね必ず人は引退します、まあ、その時期がいつになってもそれがその人の花道なんだろうなと思いますねいやそれでねあのやっぱりこうあのすごいですねやっぱりあの。あのダウンにも、 うん,本当になんかこう値千金のものがあるなと思いましたしやっぱ強い相手をこう倒すねヤーマン選手のまあ力ですよね、まあ、これにもいろんなものがあるなと一発のパンチを打つのにそれこそ何百回何千回とトレーニングを繰り返してで相手の残像を追いながらシャドウをしてみたいなところをね想像するとさすがにね まだ PayPay ペペの私でもね <laughs> あの、なんかこう、新しいモチベーションが注入されますね。でね、やっぱりこう、若者に敬意を捧げて、こうやってエネルギーをもらうっていうのは、その朝倉未来選手に対してもそうだし、まあ、僕に対しても私がすごく感じるあの敬意でありね、それから、まあ、エールであったりするんですよ。うん、まあ、だから何なのってことなんですけども、まあ、少なくとも、 まあこんな感動を格闘技でまた感じてしまいましたってことをね、あのー、僕にだけは伝えたくって <laughs> こうやってメッセージをしたわけなんですようんやっぱいいっすねなんか私なんてのはねまだね何とも言えない人間ですけどもそれでもやってない人間キックボクシングをやってない人間キックボクシングのトレーニングを受けてない人間キックボクシングのリングに上がってない方から比べると 一歩先んじてると思いますんでその私の立場からねあの言わせてもらったらやっぱ男の子はね戦ううここととをやめなないいいででほしいなっていうところですその戦うところっていうのが自分の弱さの戦いであったり人によってはね現状を変えられないあの現実との戦いであったり実際のリングの上で戦ったり仕事場で戦ったり。 恋愛と戦ったり誰かに対する憎しみとか葛藤と戦ってるのかもしれませんし悔しい自分の引きずっている人生に対してなのかもしれませんけどね、うん、まあでもなんかあれですよねいろいろ言いましたけど今回も <laughs> あのやっぱそのリングの上に登ってね、まあ、私の試合の感想ですけどもあの うん、まあ知名度みたいなパンチは私の場合は浴びないんですけどもだけどもそのリングの上でねバシッと当てられるもしくは自分が当てるのってなんかそれだけですごい感動っすね、うん、でまた頑張れるというね、まあ、パンチなんてもらわないのが一番いいんですけどもでももらったところでねうん、わすごくいいパンチもらったなとかね、うん、まあ私が言うことではないんですけども 桜弥勒選手になりきって言えばね、俺ほどの人間のガードをかいくぐって、よく俺にパンチ当てたのは、お前はすごいやつだっていうようなそんな気持ちさえするんじゃないかなと想像するばかりでございます、こんなことを言って、ファンの方に怒られそうですけども、まあでも、僕に久々にこうやってね、レッスンじゃないメッセージを送らせてもらいました。それではままた金曜日にお会いしましょうリファイト